はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、レンマペンケースの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、レンマペンケースの経年変化をそっと見回る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回はですね、自分が持っているレンマペンケースの最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけど、ずっとついてるシリーズになります。まあ、ぜひ過去のやつ遡って順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、まあ、今回初めてご覧になるよという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、はい、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよというのと、あとはレンマペンケースについてまあちょこっと紹介したいなと思います。ただしこの分に関してはこのシリーズをずっと追いかけられている方にとってはちょっとおさらいになるんで飛ばしていただいても構わないです。でその次なんですけど、実物をボンと出してみて、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは主観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。でその次なんですけど、前回となるべく同じようなアングルと照明光のもとで撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較していきながら客観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。でラスト、まあ雑談挟むか挟まないかみたいな、まあこんな感じの構成にしたいなと思います。まあ自分もまず話が長くなっちゃうかもしれないんで、飛ばし飛ばしても構わないですし、早く再生でも構わないで、なんせ今回も最後まで楽しく皆さんご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、とですね、まあ、この動画を収録しているのが2024年の4月の後半になんですけど、皆さんどんな感じで過ごされてますか？はい、まあ、自分が住んでる、まあ、ところ、まあ、関西なんですけどね、もう桜も散って、もう今ですね、まあ、その代わりに若葉がですね、まあ、非常に綺麗にあのね、周り一面になっているような感じになります。はい、でですね、まあ、この動画を収録しているのが、まあ、ゴールデンウィーク前なんですけど、皆さんゴールデンウィークどんな感じで過ごされますか？はい、まあ、お出かけだったりとか、まあ、旅行だったりとか、もう親戚の家に行ったりとか遊ぶよっていう風な方とか、まあ、いろんな方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、楽しみですよね。はい、まあ、そんな今日この頃なんですけど、まあ、今回ね、自分が持っているレンマペンケース36ヶ月目、はい、そうなんです、3年目です。はい、まあ、ちょうどね、あの節目でね、まあ、いい時だったりもするんですけど、はい、まあ、この先もですね、まあ、ずっとあの追いかけていけるだけ、まあ、追いかけていきたいなと思います。はい、ということですね、じゃあまずはですね、まあ、初めての方もいらっしゃると思うんで、まあ、あのレンマペンケースについてとか、あとはまあ出会ったきっかけ、あとね、まあ、ちょっとね、途中事件とかもあったりとかもしたんですけど、まあ、その辺についてですね、まあ、触れていきたいんで、じゃあまずはですね、まあ、こちらのサムネの方をご覧ください。じゃん、はい、シリーズ経年変化、レンマペンケースナポリ1ヶ月後、バダラシー化したミネルバリス氏をそのままバーサスペイブローということでね、まあ、結構ややこしい、まあ、いろいろとまあ書いてる感じなんですが、まあ、ちょっと順番にあの説明していきますね。まずね、自分がね、あの買ったレンマペンケースなんですけど、ナポリっていう、まあ、ちょっとこんな感じのね、あの山吹色、まあ、黄色のちょっとオレンジみがかったような、まあ、こんな感じの深い黄色のね、まあ、色合いだったのが、今ですね、まあ、だいぶあのもう3年も経つとですね、まあ、こんがりしてきてるような感じになってます。でですね、まあ、これね、後ろにですね、まあ、ちょっとあのぼかしを入れてるような感じ、まあ、デザイン上ぼかし入れてるような感じなんですけど、はい、あのお店行くとですね、まあ、これ何年ものか分かんないんですけどね、まあ、これあの財布なんですけどね、まあ、同じあの素材のやつが ありまして、まあ、これが何年か経つとこんな感じの色になるよということでね、はい、まあ、あの茶色いような色になってて、まあ、今現在自分が持ってるやつもまあこんな感じの色合いにまあ変化してる感じです。まあ、元の黄色っぽくはもうない状態なんですよね。まあ、これがまあ仮にまあ例えばあの目標としてですね、まあ、最初まあこんな黄色だとして、まあ、これが直線的に変わるのか、それともあるタイミングからグッとこういう風に変わるのかとかですね、はい、指数関数的に変わるのかとか、まあ、その辺がね、まあ、気になって、まあ、ずっと追いかけてるよっていうのが、まあ、このシリーズになります。まあ、これ1ヶ月後なんですけど、まあ、ここのところの数字がずっとカウントアップしてってて、まあ、今回が36ヶ月3年というふうな、まあ、感じになってます。ですね、まあ、動物のね、まあ、これあの、まあ、皮からできてるんですけどね、まあ、皮をね、そのまま動物から剥いでですね、はい、まあ、それをそのまま使っちゃうとですね、まあ、匂いだったりとか、あとは腐っちゃったりとか、まあ、大変だったりするんですけど、まあ、そうはね、まあ、ならないように、まあ、できてるんですけど、まあ、そういう風にですね、まあ、あの、工業製品として、まあ、使える、はい、あの、まあ、皮にする作業のことを、なめしって言うんですけど、まあ、そのね、なめしをする、まあ、あの、会社のところを、あの、タンナーさんって言ったりもします。まあ、タンナーさん、まあ、いろいろあったりとかもするんですけど、結構ね、まあ、イタリアとかに多くて、イタリアンレザーとか割とあの有名なあの皆さんもご存知かなと思います。はい、まあ、そのね、まあ、イタリアの老舗のね、まあ、そのタンナーさんでまあ有名なのがこのバダラシーカルロ社というところになります。はい、まあ、あのそのなめしのね、まあ、方法っていろいろあったりとかもするんですけど、まあ、主にですね、まあ、あの2つあの方法があるんですよね。まあ、1つが重金属を使うクロムなめし、まあ、もう1個がですね、はい、まあ、ちょっとね時間がかかっちゃうんですけど、あのまあ植物性のタンニンなめしというふうな、まあ、そういうふうな方法です。でこのバダラシーカルロ社はさっき言ったあの
2種類の方法のうち、あの後者ですね、はい、あの担ぎ飯の方、バルケッタ製法という昔ながらの製法を守って、まあ、作っている感じで、まあ、それがですね、まあ、いろいろと、まあ、種類が、あの革のブランド出してるんですけど、まあ、その中のブランドの一つがミネルバリス仕様っていうやつになります。まあ、それをそのまま使用したのと、あとはね、わざと毛羽立たすみたいな感じでちょっと風合いを出すみたいな感じのプエブロ仕様にしたやつ、はい、まあ、この2つが、まあ、自分購入した当時あったような感じで、はい、まあ、これね、どちらにしようか非常に悩んだんですけども、えい、両方買っちゃえということで、まあ、両方買って、まあ、それをずっと追いかけ続けてるよというふうな、まあ、そんな感じになってますですね。これね、順調にですね、まあ、3年、まあ、続いたかというとそういうわけではなくてですね、途中大事件があったんですよね。はい、まあ、それがこちらになります。じゃあ、はい、まあ、ちょっとね、おやというところ気づきましたかね。もうこのね、左上のとこなんですけどね、なんかちょっと黒くなってますよね。はい、そうなんです。まあ、結構もう、始めたてぐらいの時にね、ちょっとやらかしちゃってですね。はい、まあ、そのことについてもね、まあ、ちょっと後でね、紹介したいなと思います。じゃあちょっとね、まあ、この辺置いておきまして、まあ、みんなですね、まあ、レンマペンケースって言って、まあ、レンマっていう風な会社が作ってるのかと思いきや、実はちょっと違うんですよね。まあ、そこについてちょっと押さえていきたいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、まあ、実はですね、これレンマって会社じゃなくてですね、はい、まあ、元の会社は兵庫県の神戸市の元町にあるプリンシプルさんという、まあ、会社になります。まあ、これが2013年に、まあ、できた会社で、ここのところが、まあ、リアル店舗ウェブ店舗で運営しているところがフリースピリッツっていうお店になります。まあ、そこのオリジナルブランド、まあ、これが実はレンマなんですよね。はい、なんでレンマっていう会社があるわけじゃないっていうところが、まあ、大事かなと思います。でね、兵庫県の神戸元町ってね、これ文房具好きにとってはちょっとたまらないね、場所でしてね、まあ、長沢文具センターさんの本店があったりとか、まあ、そこ歩いていける距離に国営&コーさんがあったり、ペン&メッセージさんがあったりとか、もうなぜね、すごいいろいろとですね、おっていう風なところがあるところなんですよね。まあ、そこのところで、まあ、実はこのプリンシブルさんありますし、レンマの工房もここにあったりするんですよね。はい、まあ、ぜひね、元町行かれる予定がある方、もしくはゴールデンウィークに行かれる方は、もうぜひですね、まあ、寄ってみても楽しいんじゃないかなって思ったりもします。ですね、まあ、値段帯なんですけどね、まあ、自分買った時はこんな感じだったんですけど、ちょっとここの値段帯が変わってます。あとはね、ちょっと種類も増えたりとかもしたんで、まあ、今現在こんな感じになってるやつを出したいなと思います。はい、まあ、もう一種類増えてですね、アラスカレザーっていうやつが、まあ、増えたりしました。はい、まあ、さっきタンナーって言ったんですけど、まあ、これがですね、このアラスカレザーに関してはラベラアズーラ社っていう、まあ、同じくイタリアなんですけどね、ちょっと違うところになってます。まあ、同じく単身なめしの方法なんですけどね、表面にワックスがですね、まあ、ちょっとついてるよっていう感じになります。まあ、ちょっとこう吹いたような感じなんですけど、まあ、使ってるうちにだんだん馴染んでくるみたいな、まあ、そんな感じになってます。で、値段大概もう一律6000円に混ぜ6600円というような、まあ、感じになりました。まあ、この中で、まあ、自分はこの両方ですね、まあ、このミネルバリス仕様と、まあ、そのままなおと、プエブロ仕様になったやつ、はい、まあ、この2つを、まあ、自分買った感じになります。で、アラスカレザーって、まあ、こんな感じになってます。初めちょっとこんな感じで、まあ、こう吹いたような感じなんですけど、まあ、これが次第に馴染んでいくというふうな感じですね。で、まあ、こんな感じのちょっと無彩色カラーみたいな感じで、まあ、結構素敵なラインナップになってます。もし気になる方はですね、まあ、これ買ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。ですね、まあ、さっきね、上のところがなんか黒くなってたりとか、まあ、あったと思うんですけど、まあ、ちょっとね、2回ほど実はやらかしやってて、まあ、1個目がこれちょっとだいぶ回復、まあ、リカバリーできた方なんですけど、まあ、これがですね、まあ、第1回目が、まあ、コロナ禍の時に結構ね、ウェットティッシュとか持たれてる方多かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それが実はですね、カバンの中で気づかず、ついちゃって、まあ、門みたいな感じになっちゃったっていうやつが、まあ、1回目のやらかしでした。はい、まあ、でもこれに関してはですね、もう言われないとあんまりわからないかなぐらいの、門になって、はい、まあ、その辺はまあちょっと大丈夫だったんですけど、この次にやらかしたやつがこちらなんですよね。はい、ですね、まあ、これかなり、まあ、言われちゃったんですけど、そうなんです、まあ、ちょっとやらかしなんですけど、ノックタイプのね、水性のボールペンっていうやつが、まあ、珍しいんですけどあったりするんですよね。はい、ね、まあ、それね、ある日、先っぽ出したまんま筆箱に入れてて、まあね、カバン開けたらもうびっくりというね、もうこんな感じになっちゃってて、もうこれもうね、落ちないという感じで、もうピエンみたいな感じになっちゃった感じです。うん、まあ、でもですね、まあ、このね、まあ、黒く汚れたとこ以外のところでも経年変化を追いかけることができるんで、まあ、それでずっと追いかけて、まあ、今が3年目を迎えたというのは、まあ、そんな感じになってるんですよね。はい、まあ、でもね、もう正直もう個人的にこの件については、
まああのまあ、いい経験になったかなって個人的にも思いますし、そうですね、もうあまりも今はもう気にならないし、もう ある種の個性みたいな感じでちょっとね、ね、思えるようになってきたんで、もう全然その辺はもう大丈夫だったりもします。まあ、黒ガキとかね、紅白カリンとかね、まあ、木とかでもあったりするんですけど、まあ、そこのなんかちょっとね、色がついてる部分、色がついてない部分みたいな、なんかそんな感じのね、感覚でいることができる、できるようになったかなって個人的に思ったりもします。でまあ、手に入れたとき、まあ、嬉しくて、まあ、こんな感じで筆箱紹介してたりだとか、あとはまあ本店の、まあ、さっき言った神戸の元町の方ですね、まあ、遊びに行ったときとかの、まあ、ことを動画にしてたときもありましたし、あとはやっぱりね、もう気に入ったんでね、まあ、これ保存用、はい、まあ、実用保存用、不況用みたいな感じでね、まあ、オタク、イニシエのオタクだら、まあ、いろいろ3種類買ったりとかもするんですけどね、まあ、この保存用みたいな感じでね、自分これはさすがに気に入ったんで、まあ、ちょっと置いてたりもするんですけど、まあ、それについてね、紹介した動画とかも上げてるんで、まあ、気になった方はまあご覧いただけると嬉しいなと思います。はい、というような感じですね、まあ、前置きだけでもう10分ぐらいも喋ってる、まあ、感じなんですけどね。はい、まあ、じゃあ今からですね、いよいよですね、まあ、記念すべき36ヶ月目、はい、3年迎えた錬磨ペンケース出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、まあ、こんな感じでこんがりになりました。はい、山吹色からもうだいぶこんな色なんですよね。はい、もう初めから茶色だったかみたいな感じなんですけど、はい、まあ、こんな感じで変化しました。ここがまあ黒くなっちゃった部分なんですけど、まあね、もう一個のまあ個性な感じです。でですね、まあ、ここのところがもう一個のやらかしのアルコールティッシュがついちゃったところなんですけど、まあ、言われないともうこれわかんないかなと思うんですよね。はい、でまあ、よく当たる部分とか、まあ、経年変化こんな感じでちょっと他よりも進んで、まあ、まだらに変化してるんですけど、まあ、こことあんまりまあ変わんないかなみたいな感じですよね。はい、ではあとはですね、これメンテナンスなんですけどね、もう自分もオイルとかも塗ったりとかしてます。まあ、なるべくまあ、塗らない、まあ、方法とかも、まあね、派閥とかで、まあ、あったりとかもするんですけど、ちょっと乾燥とかが気になってきたんで、まあ、さすがにちょっとオイルをまあ、でもなるべくちょっと薄めに、まあ、足すような感じにしてます。でね、もうプエブロ感、初め毛羽立ち感あったんですけど、もう途中からもう全然なくなってきて、まあ、最終的にこれ一生になるのかなと思いきや、ちょっとね、やっぱ持ってみると違うんですよね。はい、まあ、リス仕様そのままのやつはちょっともちもち、まあ、ちょっと肉厚かなという感じがします。まあ、一方プエブロはちょっと薄いかなという感じなんですけど、経年変化についてはですね、このプエブロの方がちょっと一足先になんか途中からなったかなみたいな、まあ、そんな感じがしたりします。であとですね、もっとですね、まあ、こういうふうな膨らんだような感じだったのが、こういうふうに反るような感じでくたっとこういうふうな感じになってきて、まあ、これも一つの味かなって思うんですよね。はじめはこういうふうな、まあ、小傷とかもまあ気になってたんですけど、まあ、オイル分を結構、まあ、足してあげると、まあ、こういうふうにまあ擦ると、まあ、あんまりわからなくなるとか、はい、まあ、そんな感じで、まあ、一個の味ですし、まあ、だんだんこういうふうな行為がどん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 色が深まっていったりもするんで、まあ、そんな感じで経年変化も楽しめるし、まあ、いい感じになってきたかなと思います。はい、というような、ね、まあ、感じでね、まあ、経年変化なんですけど、まあ、そうですね、ここ1、2ヶ月、そんなにまあ変わりはない感じなんですけど、初めから比べると、まあ、だいぶまあ、こんがりとしてきたんで、じゃあ今からですね、まあ、このね、3年の軌跡をですね、まあ、前回となるべく同じようなアングルと照明光のもとで撮った写真ですね、まあ、これを比較していきながら、まあ、この3年の軌跡をまあ追いかけていきたいなと思います。はい、ということでね、じゃあまずはですね、ミネルバリス紙をそのままのやつですね、はい、まあ、これを出しまして、まあ、この右側ですね、まあ、カウントアップの方をしていきたいなと思います。はい、いきますよ。0、1、2、3、4、5、6、これが半年ですね。で7、8、9、10、11、12、はい、これが1年です。で13、14、15、16、17、18、まあ、これが、1年半です。で19、20、21、22、23、24、これが2年です。で25、26、27、28、29、30、これが2年半です。で31、32、33、34、35ときて、今回の36ヶ月目こんな感じになりました。じゃーん、はい、35、36、35、36、36、35、34、33、32、31、30、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0と。はい、まあ、こんな感じで変化しました。じゃあちょっと間取ってみますね。まあ、これが6ヶ月半年、まあ、これが1年、で、まあ、これが1年半、で、まあ、これが2年、で、これ2年半ときて、まあ、3年目がこんな感じになったと。
はい、まあ、直近のですね、まあ、あの1ヶ月、まあ、そんなに変化はないんですけど、まあ、初めと比べるともう全然違うような感じですよね。はい、まあ、ちょっと間取ってみると、まあ、これがあの2年半ですね。はい、でまあ、これがまあ2年との違いになりますと。はい、でまあ、さらに取りまして、まあ、これが1年半との違いです。でまあ、さらにまあ取ってみて、まあ、1年との差がこんな感じになります。はい、でまあ、さらにまあ取ってみて、ですね、まあ、これが半年との差になります。でまあ、最初と比べてみるともう全然ですね、はい、まあ、こんな感じで変化するよという感じです。うん、いいですよね。はい、でまあ、これがあの、まあ、リス賞そのままなんですけど、はい、あのまあ、次ですね、プエブロさらに進んだやつあの見てみましょうか。はい、まあ、これがまあ0ヶ月の時です。はい、ということで同じくですね、まあ、こっちからカウントアップの方をしていきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6、はい、まあ、この辺りでもう毛羽立ちはもうなくなる感じかな。はい、まあ、これが半年です。で7、8、9、10、11、12、はい、まあ、これが1年です。で13、14、15、16、17、18、これ1年半です。で19、20、21、22、23、24、これが2年です。で25、26、27、28、29、30、これが2年半です。で31、32、33、34、35ときて、今回の36ヶ月目、はい、こんな感じになりました。じゃーん、はい、35、36、35、36、35、34、33、32、31、32、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、19、18、76、5、4、4、3、2、1、0と。はい、まあ、ちょっと間取ってみると、まあ、これが6ヶ月で、まあ、これ12ヶ月で、まあ、これが18ヶ月で、これ24ヶ月これが30ヶ月ときて、今回の36と。はい、まあ、直近まあ同じくあんま変化ないんですけど、まあ、あの初めと比べるともう全然違いますね。はい、でまあ、ちょっとね、あの間取ってみると、まあ、これが30で、でまあ、さらに、これがまあ24とのまあ差、はい、まあ、これ2年との差ですね。はい、でまあ、あの1年半と比べると、まあ、こんな感じになってまして、で、まあ、さらに、まあ、あの行きまして、これがまあ1年との違いになります。で、まあ、さらに取ってみて、まあ、これがまあ半年との差になります。で、まあ、さらに取ってみましょう。はい、まあ、これがまあ初めとの比較なんですけど、もう全然違いますよね。はい、まあ、こんな感じでもう非常に大きくあの変化します。まあ、あと自分はあのそうですね、まあ、機能ペン、あの木軸との、まあ、あの経年変化の差とか、まあ、いろいろと動画にしてるんですけど、そうですね、まあ、経年変化だけを、まあ、楽しみたい場合、あの木軸ペンかそれともこの革か、まあ、どちらかというと革の方がですね、経年変化すごい楽しめるかなと個人的に思います。はい、というような、ね、まあ、感じで、まあ、あの3年を、まあ、迎えた感じですけど、まあ、この先もですね、まあ、ゆっくりゆっくりの変化ですけど、はい、追いかけていきたいなと思うので、ぜひ皆さんあのゆっくりの変化ですけど、お手柔らかに、はい、見守っていただけると嬉しいなと思います。はい、であとはですね、あのフリースピリッツさんなんですけどね、まあ、あの店内、まあ、こんな感じで他の、ね、あのレザー商品いろいろと素敵なやつとかが、まあ、あったりとかもします。ですね、まあ、同じ、まあ、筆箱なんですけど、ブースターズっていうね、まあ、こんな感じのやつもありますし、まあ、これも結構カラフルなラインナップだったりするんで、まあ、魅力的です。あとはですね、あのフリースピリッツさんアプリとかもね、まあ、こういう風にありまして、まあ、ぜひ皆さんあの入れていただくと、まあ、あの在庫がどこにあるかとか、まあ、結構あの分かりやすかったりもするんで、まあ、いいんじゃないかなと思います。あとはですね、まあ、SNS の方もされてたりとか、あとはまあインスタグラムの方とか結構あのよりあのいろいろね、あの紹介したりもしてるんで、まあ、そちらをですね、あの皆さんあのフォローとかいいねとかあのすると、まあ、結構喜ばれるんじゃないかなって思ったりもします。あとはレーマペイケースかなりですね、まあ、これ、はい、あのまあ3年めちゃくちゃあの楽しくまあ持つことができるんですけど、もう非常にねプレゼントにも最適な、はい、値段帯かなと思うんで、ぜひですね、まあ、あの気になる方いたらこれプレゼントされたらめちゃくちゃ嬉しいんじゃないかなと思います。はい、というような感じですね、まあ最近の近況は、まあ、特にあれかな、まあ、大きくはなかったりするんですけど、まあ、プレゼントに非常にいいかなと思うんで、まあ、ぜひですね、まあ、
この先どうかなとか、まあ新生活も始まったばっかりでね、なんか筆箱欲しいなっていう方はまあかなり向いてるんじゃないかなと思いました。はい、ということですね、まあ今回の動画はまあこれで終わりにしたいなと思います。今度が良かった、参考になったような方はぜひグッドボタンでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。